9月11日朝の7時40分になります。今日から週1で旅をしていこうと思っております。出発はここ、路上ライブをよくします JR 福間駅、ここを出発したいと思います。本当はいろいろ喋りたかったんですが、人がいっぱいいるのでスタートしたいと思います。はい、開始からですね30分が経過いたしました。もう体力がねちょっとやばい感じなんですけれども、体力よりも前にですねちょっとやばい箇所が出てきましたね。本当にまあ前から出発からやばかったんですけれども、こちらです。はい、大変でございます。本当にどうしましょうか。今から車量がね多いところなんですけども、2台の上に乗ってないっていうねこの感じです、ね、もう少し行けば久山っていうところがあって、100均とかあるんですけどね、そこに紐あるんですけど、そこのオープンまで待ったら相当遅くなっちゃいますので、まあこのピンチもね何かしら楽しみながら行きたいと思います。ちょっと今から何かしらやってみます。線も全然細いし道も細いし、何よりちょっと思った以上の体力の低下と筋力の低下と、まあ足をつかずにここまで漕げただけでもよしとしましょう。よし、やっとねここら辺ぐらいからこう走りやすく歩道も綺麗になってます。いや本当にもうちょっと旅を日本一周とかですね、いろいろツーリングとかする人はこの県道35号線はもう通らん方がいいでしょうね。すごい行きにくい、トラックの人たちとかも絶対邪魔やったと思う。すいません。いやいや、もうすぐ3号線に合流でございます。今現在10時9分。
道を走った今日あれだとします。時間は1時間50分5秒6秒となっております。33.96キロ、風で 28.4、 マックススピード 43.9。 おお、ちょっとあのね、ロードバイクなのでちょっとした段差でよいしょパンクしちゃうので、その時にちょっとスピード減少してしまうよね。ちょっときついねこれはね。よいしょ。いやいや、でも景色がね、赤段がいいんですよ。見えますかここ。よいしょよいしょ、見えるかな、見えるかな。よし、いやーきついけど楽しい。筑後市までは行けそうかな。よし、あれ、よし、じゃあどうしても、あと半分ぐらいですけど頑張ります。人生初自撮り棒デビュー、立ち洗い公園に来ました。おっとっとっと、自撮り棒難しい。いや、ここは旅人さんにはいいんじゃないですかね。ほらここ、あ、水がある。ここはいい。日本一周中の俺なら絶対ここ泊まる。ほら、うわ、ここいいね。そこにすぐ水あるし、ここベンチあるし、旅人たちでここで語り明かしてもいいよねこれ。おお、すごい。あそこアスレチックある、見えるかな。これこれ、あ、楽しそう。すごい、ここ綺麗。鯉がおる。鯉がめっちゃ泳いでおります。すげえ、わ、綺麗やね、ここ。ジョギング、ここら辺に住んどったら絶対ジョギングするね、これ。これはすごい。あ、誰かウォーキングしよる。そして、ありがたい、これ。うわ、めっちゃありがてえ。これは、ここで、ダメでしょうけど、シャンプーとか、まあ、歯磨き、などなど、いろいろ、できそうなところですね。旅人目線のお話ではございますけど、あ、水が気持ちいい。はい、
筑後、こっちは久留米や、久留米ありがとうございます。頑張ってください。はい、追いつきましたよ、あの人に。怪人さん、怪人さんでした。いやー、結構日本語いけるかなとなんとなく思ってたら、全然な。うわ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 、バッタが、すげえバッタが。どこに行くって言ったんやろ。全然ちょっとわからんかったけど、俺とは逆方向やったみたいで、右の方を指さして、東なんとかってなんか言ったような感じがしたんやけど、東京じゃねえよなと思ってね。ちょっといろいろ話したかったけど、まあちょうど分かれ道のところで、俺が左に行って向こうが右に行ったので、ちょっとあれでしたけど、でもちょっとこう旅っぽい感じ、なんかこう日本一周時代をちょっと思い出す感じ。楽しい、これ。旅人がいたらとりあえず声かけるみたいなね。いやいやいや。いや、でもめちゃくちゃ緊張した。人見知りやから俺。あれ、外人さんじゃなかったらちょっと声かけれんかったかもしれん、ちょっと。なんとなく。怖い。ね。外人さんやから出て、英語俺が全然得意なわけじゃないんやけども。まあ、いや、あの、通りですよ。どこへって。ね、まあちょっとね、遠回りしてしまいましたね。こいつはどこだ、ここ多分この横に流れ寄るのは筑後川かな。筑後川にしては小さいかな。どうなんやろ。うわ、バッタがすげえ。うわすげえなこれ。はい、まあでもね、ちょっと走りやすいところなので、バッタさえ、おバッタさえ、すげえな、このバッタ。うわ、なんだあれ。ちょっとね、このバッタを避けつつ、行ってみたいと思いますけれどもね。うわ、なんだあれ。なんか自転車、通行止めみたいなんだけど。まあね、楽しい、あれでしたね。本当ありがとうございました。果物村到着いたしました。イメオキムーさんに、お久しぶりです。フルーツジェラート、はい、ジェラート150円です。スモモをちょっとご馳走に、はい、なろうと思います。めちゃくちゃ美味しそう。いいですね。ぜひぜひいただきます。ありがとうございます。はい、どうぞ。Yeah.
分になってます。やっと、自分の母校であります鹿島までたどり着きました。いや、2台トラブルがありまして、リュックに行ったことを結局背負って帰っているような状態でございます。そしてケツが16分でございます。もうすぐゴールの福間駅が今見えてきました。あそこがゴールでございます。いや、本当に疲れた。やっとたどり着く。ちょっと、いや、
本当にわーっと言いたいけど、さすがに夜ですし、まあ人はいないでしょうがね、この時間は。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、ゴールですよ。か、そうですね、やっと福間駅たどり着きました。ただいま1時20分過ぎですね。自動エレベーター、ちょっと喋るのがきつい、エスカレーターの声がちょっとあれですけども、まず本日9時間20分2分54秒、169.92、それはちょっとあれやね、もうちょっと走るか、もうちょっと走ろうか、ちょっともうちょっと走ろう。はい、気を取り直しまして福間駅到着でございます。ちょっと先ほどのあれが微妙だったので、ちょっときっちり9時間23分25秒、170.01キロ、ちょっと170キロにした感じですけどね、アベレージは 18.1 でございました。マックスが 44.3、 カロリーは2190カロリー消費しとるみたいですね。はい、ありがとうございました。はい、